Before the event. イベントの前に100人が会場の外に並びました。すごいイベントですね。100人も並んでいるということで。そうですね、ベニュー、この単語本当によく私がTOEICの試験をしてても思うんですけれども、結構頻繁に出てくるので、これは覚えておいた方がいい単語ですね。それこそTOEICの試験会場も、まあ、言ったらベニューになるわけなんですけれども、じゃあ今日はTOEICの思い出話ですかね。TOEICの試験会場で自分が思ったことはちょっとお話ししようと思うんですけれども、そうですね、私初めて日本でTOEICの試験会場に行った時に、もう本当人の多さにびっくりするぐらい本当に人がいっぱいね、受けに来てるんですよ。ニュージーランドでもTOEICの試験は受けたことがあったんですけれども、やっぱりTOEICっていうのはアジア圏が主流なので、まさにそれを痛感したというか、あ、日本の人ってこんなにTOEIC試験受けに来るんだっていうのが一番最初の印象なんですけれども、まあですからね、ニュージーランドで受けていた会場よりも大きいんですよ、やっぱ会場が。でも本当に100人ってもんじゃない、試験受ける方たちがいっぱいいてですね、まあその時に思ったのがですね、こう隣に座る人によってもう集中できるか集中できないか決まるっていうことはね、本当に思いますね。まあ本当に静かにやってくれてる人はいいんですけれどもね、もうやたらとね、机をこう動かしたりね、やたらとこう、なんていうんですか、シャーペンの芯をカチカチしたりね、ほんとそういう人がいるんですよ。だから皆さんもTOEICの試験受けると思いますけれども、どうしても気になってしまう人もいると思うんです。そんな時も本当に自分の気持ちに負けずに、もううるさいなと思いながらもこの試験に集中するというね、その集中力を見つけた方が TOEIC の試験にはいいんではないかなと思います。私何の話かがこんな話になったかよく分かりませんけれども、今日の英単語はベニュー、会場ということでした。さあ次回は何の英単語が出てくるんですかね。お楽しみに。チャンネル登録忘れずに。じゃあねー。